本城国房は、鎌倉時代後期の武蔵国小玉郡本城の武将。小玉統計本城氏の四代目で、小玉塔の本州家と考えられる。通称は左衛門太郎。系図には、父は、本城多左衛門大坊とある。本城左衛門太郎国房は、系図上では、小玉塔の本州家である、少子から初めて本城氏を名乗ったと考えられる。 本城郎左衛門の上司ーーへの彦とされる。生まれは北、堀地内の本田館家口述の以下後の所領問題からして、13世紀中頃から末の生まれと考えられる。14世紀初めの昭和3年7月23日に、百合来宮との間に、本城内の幾子屋敷と建野林の二十歳について、争いが生じ、鎌倉幕府の裁定により、 来球の治療が認められたとされる。しかし、トキーへの末裔と称される、本条区内所有、信明の所領中には、いかごがあり、国ふさ以降何らかのきっかけで、本条氏が治めたものとみられる。根津美術館所蔵の文書の内容によると、これ以前にも、昭和四年十月二日に来球と問題になり、先月二十六日に時段が成立したが、国ふさの方に、 なお問題があり、曽祖,祖父である時やより代々送電してきた、畜全国小中小の自童職を来宮に与えることとなったとあり、四代かけて自童として治めてきた九州の所領を本城氏が失ったとされる。こうしたことからも、国ふさと来宮がたびたび言い争いをしていたことが伺え、また、この古文書の存在からも、少子が十三世紀頃に本城氏を称していたことは、 確定的なことである。また、古文書の内容が事実であるのなら、地理的に考えて、か谷や小中小にいた時家系本城氏は原稿を経験した可能性も生じてくる。しかし、そうした伝承は、今のところ確認できない。14世紀中頃に入ると、南北朝時代を迎え、小玉党や丹党などの武蔵武士団は南朝に属して戦った。同時代、 昭子ゆかりの育相寺が、延元二年の麻美山合戦により消失した。このこともあって、本庄氏の系図については信憑性が曖昧であり、後世に作られた系図が複数あることもあって、混乱を招いている。自家系本庄氏は、国房以降、謎が多い。複数ある系図の一つを紹介すると、国房の子は、安江、その子は校長、その子は、行春、その子は、 雪秀としている。投資時の観点から、五代目の安家と六代目の校長は特に不審である。別の場所へ移住したり、用事を入れた結果、投資時が変わったと考えることもできるが、特にそうした記述はない。したがって、ケースの空白を埋めるために記したとも捉えられる。古文献の記録によると、アンポゲン合戦と同時期に起こったため、あざみ山安ほばら合戦ともいう。 現在の小玉町入り先見周域で生じた合戦と見られ、延元2年9月頃とされる。現行日記に、官軍皆有利とある。古書には、欧州の官軍部州あざみ山合戦のこととある。山とは、先見の南の幾の山から、北の富田の向かい山を指したものと見られる。この合戦により、 小玉氏の菩提寺である西光寺と小子の菩提寺である育総寺が消失したと伝えられ、本庄大地も戦乱となったことがわかる。結果として、初期の本庄氏の経図にも混乱が生じたと見られる。南北朝時代、小玉等の本州家は本庄市であり、当然のことながら、時への彦である国房以降の本庄氏が参戦したものと見られる。 国房が、いかごの所領争いを起こしてから23年後のことで、あるから国房自身が参戦していた可能性もある。ありがとうございます。